はいみなさんどうも MT チャンネルの MT です。今日はこんな問題を見ていきたいと思います。KO の問題ですが空間内に3点 OAB という点があります。それは原点と012と120ですねで。この時1として三角形 OAB の面積。2番としてはこの OA と OB でつ、えー、と定義される新たな点子を定めるときに三角形 OAB と三角形、o、BC の面積比を求めてください。で3番は OAOB に垂直な単位ベクトルを一つ求めてください。4番は点 d として4分の t2 乗 4t19 というまあ、なんか非常に人為的なものですけど、t を実数としてこういう点を定めます。とするときに、四面体 abc での体積 vt とその最小値を求めてくださいという問題です。えっと今回の動画ではえっと基本的に外積を使って解いていきます。 他にも外積を使わないで解く解き方もきちんとあ,あるわけですけどねあの長さとか内積をきちんと計算してやっていくというのもあるわけです例えば一番面積だったらいわゆる大きさと内積が分かれば面積三角形の面積が分かるわけですからできるんですけどえっと時間がかかるんですよねちょっと面倒くさいですねもちろん必要になる時もあるんですけど内積とかがだけどこれバッと見てみると面積求めてまあ面積求めて え垂直な単位ベクトル、まあ、まさにこれ外析ですけどこれを求めてで最終的に体積四面体 ABC の体積なんでもうこれも外積と等で計算できるのでこれをやってしまいたいと思います。なのでえっとこの全体の流れを見てあ外積でいけると思ったらもう外積でいってしまいましょうという感じです。ももちろん他にも色々的な動作とか、えっと もろもろで溶けることは溶けると思いますがもうそこはどうでもいい,い,いって感じでもうどうせ慶応なんでね穴埋めですからばばッと溶いていきましょうというわけで早速いきたいと思いますが OA ベクトルこれが 012OB ベクトルがえっと120ですねまあ原点なんでねでそうすると三角形 OB の面積というのがあの外積の大きさというのが OAOB で貼られるえっと 平行線形の面積なのでこれの半分なんですけどまずこれを計算しましょうそうすると1022あと外積についての、えっと、動画を上げているのでそちらをぜひご覧くださいという感じですね結構投げやりですけどこんな感じですしたがって三角形 OAB というのが二分の一のこれの大きさですから、えっと、16+4+1 というわけで、えっと、2分のルート21って感じですね 0, 2番 えっと、押し座標を求めてしまいましょう3分の2倍の、えっと、012+120 ですから3分の2倍の132ですか。で三角形、A、BC を求めてえっと今漢字としては O があって A があって B があって、まあ、C が適当にえっと これ対ななんで長さ一緒なんでで長すけどね、えっと、この辺はいいとしてこれの足したところの3分の2倍という感じであこういう図を描くと,、えっと面積がもうちゃちゃっと規格的に分かってしまいそうなんですけど今まああの求めててしししまままいい座標でやってしまいましょう今もうパッと今見てしまうと例えばここ長さ1だと思うとこうひし形ですからね長さ一緒ですからこう長さが2になってこれの3分の二ですからこれとこれのこことここ、まあ、直行していて。 こことここの比が分かるんで面積比ちゃちゃっと分かりそうなんですけどまあ多分3分の1ぐらいになりそうなんですけどまあえっとまあ結果はいいとしてもう外積でやはりいってしまいましょうえっと AB ベクトルというのがと AC ベクトルを計算しましょう AB ベクトルというのがえっと、えっとえっと、AB ベクトルですね今この面積を求めたいので三角形 ABC ですから AB ベクトルと AC ベクトルの外積を取りたい AB ベクトルはえっとこっ これはそうですね、ここからこれ引けばいいので11-2ですかで AC ベクトルというのがえっとちょっと計算がだるいんですけど3分の223分の4引くえっと A ですから012これを計算するとえっと3分の2えっと1マイナス3分の2って感じですかまあ3分の1でくくっておいて方がいいかもしれないですねなので3分の1でくくっておくと3分の1の2 一マイナス二って感じですかそうするとごめんなさい三ですね二三マイナス二ですねなので ab と ac のえっと内積を取ると三分の一倍の一一マイナス二二三マイナス二ですからこの辺計算気をつけてマイナス二プラス六マイナス二プラス六なので四でマイナス四 で三引く2で1って感じですね。なので三角形 ABC というのが二分の1倍の3分の1倍のこれの大きさですから 16+4+1 でこれさっきやった気もしなくもないんですけどルート21なんで、えー、と6分のルート21。なので三角形 OAB と三角形 a b えっと A、B、C の面積というのがもうほとんど一緒なんですね。三分の一やはり三分の一でしたね。やはり幾何学的にやった方がいいのかもしれないですけど、まあもう一度書いておくと A、B 適当に書いておいて、でこうこれの三分の二倍のところにいるのが C ですから、まあここを長さ1とするとここ全体で長さ2なんですね。そうすると2の三分の二倍ですからここ全体として三分の4。そうするとここが三分の1なんで一体あの 1>, 1対3分の1で3対1ですからねそういうふうなやり方でもいいだろうと思いますはいで、えっと、3番いきましょう OAOB に垂直な単位ベクトル1つ求めてくださいもうこれはここで求まっているんですねこれの長さを、えっと、ちょっとこれ消させてくださいでそうすると,、えっと3番としては、えっと、単位ベクトルと例えば N と置きましょうかそうするとこれを大きさで割ればいいのでこれの大きさってルート21ですから21分のマイナス4 2マイナス1の、まあ、プラスマイナスとかですねこれのどちらか書けばいいでしょうという感じですで4番えっと ABCD の ABCD の四面体の体積ですからえっと求めるべき VT というのはもう外積で分かっていてえっと今 AB と AC の外積というのはもう計算し終わっているんですねこれに AD の、えっと、と内積を取って1 6分の1したものですね、まあ、大きさ取るのであの絶対位つけときましょう、まあ、マイナスで出たら出たでその右手系か左手系が余計分かるというとってもいいものですけどこれを計算すればいいので,で、えっと、今何使うかというと必要なのがこれと、えっと、AD だけですねもうこの辺いらないですよねちょっと消しちゃいますというわけで、えっと、AD ベクトルというのがここで AD ベクトルが えっとこれ引くこれですからえっと T 乗分4分の t2 乗を 4t 引く119引く2で17より Vt というのがえっと6分の1倍のこれとこれの内積ですから3分の1前出しておいて4マイナス 21t2 乗分のまあもう一度一応書いておきましょうマイナス1の17これ計算すればいいだけですねでこれの変形します で、えー、とこれ計算すると,、えー、と18分の、えー、といくつになるかというと t2 乗まあうまく4が消えてというか多分そういう風に作られてるんでしょうけどマイナス 8t プラス2マイナスあプラス17なので、まあ、やはり因数分解できそうにないですねマイナス 8t プラス19となっていますもうこの辺もいらないですね で、えー、とこれの最小値を求めてくださいという問題ですから t−4 の2乗マイナス16プラス19ですからプラス3で従って v のミニマムですね t は特にあの来行きの条件がないので勝手にやることにしてそうすると,、えー、と4で18分の3つまり6分の1を取るということですねはい な感じでしたもう解析ベクトルを使うとさらさらいけちゃいますよね多分このな問題の流れからすると三角形 OAB の面積,面積と,、えっと図形的解釈から三角形 ABC の比がまあ企画的に分かるので三角形 ABC が、えっと、この比が3対1っていうことが分かって OAB 分かってるので ABC の面積が分かるとで。そして単位ベクトルを求めて高さを求めることを。 して最終的に遺跡 VT を求めるという流れなんでしょうけどもう外積を知った上はそんなことも全然関係ないですというわけでこういうふうにあのサラサラと解くことができます慶応の場合その記述しないでいいのでもういかに時短できるかっていうことですね他の問題に時間を待せたらとっても嬉しいわけでもう使えるなら使えるものは使いましょうという立場です僕としてはもちろんそのこの誘導に乗った解き方をすることもお勧めしますそういういうにしもちろん 解ける能力というのが多分基礎力というんでしょうからもちろんそちらで解くこともぜひあのやってみてください。でまた元の慶応の問題はこれあの丸5番というか確かもう1個ぐらいあってあの数列を定義してその数列をに定義域を絞った時の最大最小みたいな感じだったんですけどあの。 全然本質的でではないいのでちょっと割愛させてたただきましたむしろこの流れさえ分かってしまえばここまで行ってしまえば全然関係ない問題なんでちょっと省きましたけどこういう手続きをぜひとも皆さんあのできるようになるといいだろうなと思うので紹介いたしました。はいというわけでいかがだったでしょうかこの動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますまた、えー、とコメントとアドバイスと受け付けておりますぜひともよろしくお願いしますでは次の動画を見てくださいさよなら